アレクサンドル・ボルコフ・アレクサンドル・アレクサンドロビチ、ボルコフは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ゴルロフカ出身の宇宙飛行士である。ソユーズ T-14、ソユーズ TM-7、ソユーズ TM-13 のミッションに参加し、391日と11時間52分を宇宙で過ごした。13歳の時に、ボルコフは、ユーリーガ・ガーリンが、 人類初の宇宙飛行を行うのを目撃し、宇宙飛行士になりたいと思った。彼はソビエト連邦の宇宙プログラムに参加し、テストパイロットになることで自分の夢を実現した。ミール上では彼はドッキングの制御を担当した。ソビエト連邦が1991年に崩壊した時点で、ボルコフはセルゲイ・クリカレフと共にミールに滞在しており、 最後のソビエト人になった。ボルコフらはソビエト人として打ち上げられ、ロシア人として地球に帰還することになった。ボルコフにはソ連邦英雄、ロシア連邦英雄、レーニン勲章等、いくつかの勲章が贈られている。1991年1月から1998年8月までは宇宙飛行士訓練センターで宇宙飛行士チームの長として働いた。彼の貢献は、 将来のロシアや、その他の国の飛行士が見ーるや、国際宇宙ステーションで働く手助けとなった。息子のセルゲイ・ボルコフも2008年4月8日のソユーズ・トマ -12 で初めて宇宙飛行をした。親子で宇宙飛行士になったのは、ロシア人で初めてのことであった。ありがとうございます。